はい、赤門道場の新田です。前日の今はもう夜の8時ちょっと前ぐらいなんですけど、そうですね、まあ1年経つの早かったなってすごい思います。それで明日と明後日は入試の問題を解くにあたって、出題者とか作者とかその意図とか、どういう風なことを書いてるのかとか、どういうことを聞いてるのかっていうのを謙虚に見て聞いて、そして答案に書いていくっていうことを心がけながらやっていこうと思います。お疲れ様です。ももかです。今日は24日の夜、前日の夜となりました。ということでですね、私の前日の過ごし方はこちら。睡眠の質を高めるチョコレート。これは2日前ぐらいからちょっと睡眠の質落ちてきて起きるようになっちゃったので、1日3つ摂取目安量に沿って飲んでます。そしてこちらヤクルト1000、これもストレス緩和、睡眠の質向上、プラシーボ効果で体調を整えています。いや、さっきまでちょっと不安だったんですけど、惜しみなく出し切れば受かる自信があるので、不安に感じる必要ないですね。ということで明日頑張って行ってきます。明日からいよいよ東大入試なので、みんなにね電話かけようと思います。元気くんはもうほとんど明日で決まるからな。そうなんですよ。よし、ちょっと、元気くん、ちょっと気合入ってる。おっと、気合入ってる。やるしかないよ。おももかちゃんも来た。来た。お疲れ様です。お疲れ様です。あ、こんばんは。こんばんは。お疲れ様です。みんな緊張してる？してます。声が震えてますよ。声震えてるな。僕自分あんまりかも。おお。おお。そう。僕自分っていうあたりがすごい緊張してる。ね、いや出ちゃった。った新田くんはどう？一度経験してるんでデジャブじゃないんでしょうけど、うんうん、なんか。あ、去年もこんなんだったなって感じで、去年よりかはやっぱりずっとマシな勝負ができてるとは思ってるので、あちら元気くん、元気くんでした。はい。外。今帰ってる途中です。ああ、なるほど。そうなんだ。緊張してる？いや、いいよ。なんかもうしないで。いつも通り力出してくれれば絶対みんな大丈夫なんで、剣山多くやってみるとか、こうなんか変なこと、特別なことやんなくてよくて、もう今まで通りやってきたことを出してくれれば、まあ、もう実力に関してはもう言うことないんで、明日だけなんか急に天才になるとかもないし、バカになることもないので、そのまんまその通りやってくれれば、まあ受かる実力は全員あるなっていうのは我々は思ってるので、そのまんま置いてきてもらえればいいだけというか、まあこれプロコーチも含めてみんな言ってるけど、いやこれみんな受かるんじゃないですかっていう感じだから、本当自信持って、仮にそのできない問題があったとしても、未来の東大生の自分が解けないんだからみんな解けないでしょ、ぐらいの気持ちを持って望んでくれれば大丈夫なんで、あとはなんか各科目の1問目というか一番多分緊張感あると思うけど、そこでなんかこうハマらないっていうのが大事かなと思うんで、明日本番だからね、長く話すことはないけど、まずゆっくり寝てくれ、これは大事。本当スイマーにね、襲われたらどうしようもないから、だからなるべく早く寝ましょうっていうのと、まあ自信持ってっていう、もうその2点に尽きるかな。じゃあそんな感じで、まあ明日明後日と朝ね受験会場に足運ぶんで、そこでまたお会いしましょう。はい、はい、では、じゃあみんな頑張って、全力出し切ってます。まあ楽しんできて、はい、あとは楽しむだけだ、はい、自分の実力を
思う存分出すのを楽しむだけ。うん、はい、はい、じゃあまたすやすやと寝てください、うん、はい、じゃあおやすみなさい。おやすみなさい。おやすみなさい。ありがとうございます。ね、はい、失礼します。失礼します。よし。いやまあなんかプレッシャーに押しつぶされそうな人がいなくてよかったですね。うん、なんかいつも通りはいつも通りな感じがするので、うん。緊張してますって言ってたけど、まあなんか程よい緊張感というか。うん、あとは。信じるだけだ。そうですね。まあでも本当に本当にまあ言いましたけど、うん、大丈夫だと思います。うん、このその通りやってくれれば、うん、実力はもう全員合格するの力はあるので、うん。めっちゃ伸びたもんな。はい、まあ、本人たちの努力もあり、はい、まあ、サポートももちろん全力でしたんで、はい、うん、まあ、自信を持って送り出せるなと思うので、うん、はい、大丈夫だと思います。じゃあ明日応援行きますか。はい、はい、はい、また明日早いですけど早起きしますか、はい、一緒に。はい。はい。受験票を確認しています。関東社教職員の方、右からお入りいただきます。おはようございます。先生、よろしくお願いいたします。これまでやってきたことがあるから、絶対大丈夫。はい。ありがとうございます。じゃあ、絶対大丈夫。まあ、初日数学だからね。その数学がどう出るかだな。取れるところだけ取れる。そう、そうですね。もう全部取ろうとしない。もう取れるところを粘る。そうですね。これでなんとか、まあ、差をつけられないぐらいに、まあ、やれそうな問題も全部全部取ろう。絶対大丈夫。変な日本語とかでも気をつけます。お願いします。問いに沿う、ね、そうですね、はい、はい、聞かれたことに答える。そう、当たり前のことだ。それだけで点数跳ね上がると思うから。全然違う。英語読めて点数そう来てなかったわけじゃん。でもちょっとね、そこのチューニングもしたと思うから、うん、はい、多分びっくりするぐらい点数伸びてる、うん、まあそれを信じて頑張ってください、はい、僕らは一切心配してない。ありがとうございます、ね、自信を持っている時です。はい、頑張ってください。頑張ります。頑張って見せて。はい、頑張って頑張ります。大丈夫、自信を持って、はい、絶対大丈夫だから。ありがとうございます。頑張って頑張って、はい、頑張って。よっしゃ、大丈夫です。なかなかなら大丈夫。ありがとうございました。ありがとうございます。うん、一緒、去年と一緒なんだよね。教室は違うけど、手洗いの場所とかね、久しぶりに食べてるんだな。なんか困ったらすぐ主任監督と相談だ。そうだね、遠慮せずに、うんうん、ああ、ここだね。みかんがでかいからおしまいにします。あ、大丈夫。みかん先に食べんだよ。うん、分かってる。よし、もうここでいいんじゃない。OK、じゃあ頑張って。はい、ですよし、頑張って、頑張ってきます。あ、すごい、すごい覇気がないんだ。あれ、すごい、あれ、あれ、え、目が悪かった。ありがとうございます。昨日は寝れましたか。寝れました。お、よかった。何時ね。9時半。あ、じゃあ出力出し切れるってことだね。はい、じゃあ大丈夫だ。じゃあ大丈夫。じゃあ大丈夫だ。昨日はすごい緊張してそうだった。そうなんですよね。でも電話して、なんか、うん、確かに実力出し切ったら受かるわ。いや、そうそうそう。ね、プロコーチの人もね。大丈夫でしょ。大丈夫です。え、どう、どう、その数学とか教えてきて。え、受かります。なんか最近、うん、もう最後、難化した年をどんどん探してたんですけど、うん、もう安定して40点以上取れてたんです。素晴らしい。じゃあ大丈夫だ。だってチリはチリ。チリももう、もしも授業の方ももう合格ラインは超えてると思ってるので、じゃあ大丈夫だ。大丈夫だ。まあだから油断せずに、あとは実力出し切って、数学できなかったとしても、例えばね、まあ打ち込まずに。なんかバランス型だけ。そうそうそう。大体大丈夫。1個のミスもバレカバーできるから。
あとこんなに多分東大の数学の問題解いてる人他いない。めっちゃ溶かした。何年分ぐらい解いた？1980年からの80年から5分の4ぐらい解いた。おかしい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 。むちゃくちゃ80年。80年から。俺より解いてる。25カ年解いた俺の何倍も解いてる。よろしくよろしくすごい、友達が来てるすありがとう じゃあ頑張って。いらっしゃい。今寝れた？マッチ。お、何時？何時寝た？何時？まあ12時ぐらい寝て、7時になって。あ、じゃあもう大丈夫だね。まあ理数系のもう大得意なところだから絶対大丈夫だね。頑張って。よし。絶対大丈夫。いけるね。はい。自信のほどは。まあ、ちょっと数学で全て。大丈夫大丈夫。数学できなくても物理も彼も全部できるから。数学ちょっとこけても他で絶対挽回できるから。じゃあ頑張って。力出し切ればできるから。何もない。本当そう。何もない。今日あなたは無敵だから。うん、楽しんだ方がいいかも。そうですね、楽しんで。実際そんな不安じゃないんでしょ。じゃあ大丈夫だ。よかったよかった。数学がとか言ったから、俺ちょっと実は弱気になってるって思ったの。じゃあ、じゃあ、頑張って。健闘を祈る。いってらっしゃい。じゃあねお疲れ様です、コウキです。いや東大1日目が終わりましたけど、まあ、受験生の大サビ駆け抜けていきたいと思います。頑張るぞ。1日目終わりました。まあ、自分のやれることは全部やりきったかなと思います。まあ、あと面接だけなんで、まあ、気楽に2日目に臨みたいと思います。あ、来た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 。お来た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 。お疲れ様です。緊張してる？まあ緊張してる。さすがに緊張してるか。ちょっとあれ2日目だけど緊張する。そうそう、2日目の方が緊張する。電話した時全然緊張しないって言ったの。あ、まあそうですね。なんか1日目は緊張しなかったんですけど、うん、その寝る時に、うん、あとこれでラストだ。そう、いよいよ感慨深いね。いよいよ終わるか、1年間の終わり。これまでね、うん、結構やってきたからね。やってきましたね。徹底的にね、はい、英語とかもしごいてもらって、はい、心配になるぐらいやってた。もうお互いお互い心配になるぐらいやってた。数学もね、そうですね、まあ、もう過去何年分と聞いたんですか。84までだから、ちょうど40。うわ、もうえぐい。40年分解いたもんね。そうですね。まあそれのね、戦いに終止符が打たれるということで、はい、まあ大丈夫でしょう。頑張っていきたいと思います。あと理科と英語、理科と英語ケアレスミスだけね、本当に、うん、読み間違いとかミスを超える必要ときます。おお、だから多少ミスしてもね、そうですね、合格点は超えるっしょみたいなね。まあ超えに行きたいですね。まあでも理科ね、去年みたいななんか大荒れの時でも、うん、まあ
パニクらなければ多分相対的には絶対大丈夫。そうですね、1週間ぐらい前に去年の理科最終確認出て、うん、割とまあこれならいけるなと強い去年の理科解いてこれならいけるなって言えるなら大丈夫だわ。そうですね、強い、ちゃんと理科も強い、うん、理科も強い理科も強い、大丈夫です、ね、頑張って頑張ります、頑張っていってらっしゃい、いってらっしゃい。